皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、風の時代の教室ビジネスの考え方と、40代女性の新キャリアの作り方についてお話をしてみたいと思います。今日はですね、少し引いた目の俯瞰な形の大きな目線でのお話を今日はしていきたいと思います。2020年の後半からですね、世の中が風の時代に入りましたということでよく言われているんですけれども、まあ、風の時代って何なのっていう方もねいらっしゃると思うので、簡単にお伝えすると、まあ、風の時代っていうのがですね、占星術の方からですね、まあ、西洋占星術の世界でですね、まあ、200年に一度変わる時代の変わり目が風なんですよね。で、地の時代からですね、まあ、風に変わるっていうことで200年間は地の星座でいろんな出来事が起こってきていて、それがこう風のところに移る。200年に一度なんて多分皆さんね、もう風の時代で最後なくなっていくんではなかろうかと思うんですけれども、ちょうどその節目と変わり目が2020年の12月の22にその変わり目が来たということなんですね。で、そうすると地の時代というのはどういう時代だったかっていうと、あんまり、ね、占星術の話になってしまってあれなんですけども、産業革命が象徴的というふうに言われています。どういうことが重要視される時代なのかっていうと、物質とか安定とか、あと現実的ということですね。要は目に見える物質的なものを重要視していたっていうのが、地の時代になります。で、それに伴って今度風に移ると何が重要になるかっていうと、情報とかコミュニケーションとか、知性とかっていう、そういう時代に入るんですね。そうすると、地の時代には全然想像もつかなかったことが普通に起こってしまう。そして、風なのでいろいろな流れとか方向が変わったりとかですね、軽やかにそこに乗っていくっていう意識が必要になって、そうすると固定概念とかですね、既成概念にとらわれていると、それがあっという間に常識ではなくなってしまうという時代なんですね。ですから占星術的に生きろって言ってるのではなく、時代がそういうふうに流れていっているんだよっていう、背景があって、その背景の中で、どう生きていったらいいのかっていう、そういうお話を、教室業の中に、なぞらえて、お話をしていきたいなというふうに思っています。で、その風の時代で、教室業ビジネスどう考えていくのかっていうことと、40代以降の女性の生き方のキャリアっていうことを、切り口にした場合にですね、どういうことがベースで考えなくてはいけないことなのかっていうと、まずですね、変化対応ですね、変化に対応する柔軟性が必要になってきます。ということは、場合によってはですね、キャリアの転換とか、あとは複数の仕事を同時並行に動かすとか、そんなことが割と当たり前になっていく。で、キャリアの転換もですね、自分がこうしたいからこう動くっていう意思を持って動くっていうケースよりも、偶然と、必然って人は言うかもしれないですけどね、偶然とか、あとは人に頼まれてその方向にふっと行ったら、それがこう自分の生業として成り立ってしまったとか、そういうことも起こりうるのが、風の時代の特徴なんですけれども、あまりこだわりすぎてその場所に、ずっといる、動かないっていうことを決めてしまうっていうのは、この時代もったいないというか、むしろマイナスになるケースもあるので、教室業ビジネスにおいても、例えばパン教室はこうでなくてはいけない、料理教室はこうでなくてはいけないという自分が思い込んでる思い込み、それも変えていく必要がある時代に入ってきてると思うんですね。コロナ禍によってオンラインが教室業当たり前になったんですけれども、私が教室業をやった10年前の時っていうのは、対面が当たり前ですけど当たり前だった時に、全国の人に教えたいなと思った時に、やっぱオンラインを
いち早くやってみていたんですけどね、当時はズームなかったんで、スカイプっていうのでやってましたけれども、通信環境が今ほど整ってなかったので、生徒さんが通信障害で落ちちゃうというのはいなくなっちゃうということで、パンの発酵進んじゃうから教えられないっていうことで、8人ぐらいモニターやって断念したのは8年以上前の話です。ですからその頃から、オンラインは必要になるねと思いながら、活動をしていて、私は対面だけには当時からこだわってはいなかったんですね。ですから当時、オンラインでパンなんてっていうのも言ってらっしゃる方もいらっしゃいましたけれども、クライアントさんにはね、喜ばれましたよ。雨の日とか雪の日とか関係なく自宅で学べるとか、自分の家の機材で学べるとか、子供が後ろにいて、わたわたしてても、それで学べるとか、そういう利点とかもあるので、確かにそれはありだったよねっていうふうには思っていたんです。ですから教室業のあり方っていうのも、これからまたさらにいろいろなツールが出てきたり、皆さんのね、考え方が、さっき言ったコミュニケーションとか共有っていう観点からまた新しい集まりとかができていったりとかですね、新しい習い事とかもこれからもどんどんできていくと思うんですよ。ですからその段階において大切なのが柔軟性と、時代への対応能力ですね。これが必要になってくると思います。で、自分のライフスタイルとかも当然ですね、自分が例えば何十歳にはこれをして、何十歳にはこれをしてとか、まるで人生ゲームのすごろくをこう振ると3コマ進む、6コマ進むとかね、そういうのが当たり前だと思っていた概念も多分覆されることになります。であればですね、自分で、その流れを意思は持ちながらも楽しんでいくっていうのが、結構必要なんじゃないのかなっていうふうに思っているんですね。で、こういうふうに決めたライフスタイルっていうのだって変わってしまうことなんて往々にしてよくあるんですよ。昔で言うとね、それこそマイホーム一戸建てとかっていうのが、サラリーマンだったらいつぐらいまでに家を持ってとかっていうのが当たり前だったっていう時代も、今の人たちは所有っていうことにあまりこだわらないので、家を持つっていうよりは賃貸で好きなとこを転々とできるとか、場合によってはそれこそシェアリングシステムみたいなのがあって、月会費を払っておけば全国の拠点40箇所どこに泊まっても同じ家賃で何日何日って予約を取って泊まれるシステムとかですね、カーシェアリングとかはもう本当に車持たない若者たちの、必要な時だけ車を所有するっていう、エコにもね、いいですしね、非常にね、うちはすいません、車持ってますけれども はい、なんで時代に合わせていろいろな新しいサービスとかも出てきていて、年齢のね、違いによって考え方とかも当然変わってきてしまうんですけれども、もうそういったものとかももう積極的に取り入れていくっていう、そういうことをね、やっていかれるといいと思うんですよね。で、ライフスタイルとかも当然転換もし続ける必要があって、それがですね、どういう背景からそういう考え方を持たなくてはいけないのかっていうのを、ちょっと3つの観点からね、お伝えをしていきたいと思います。まずですね、寿命の、高齢化、人生の長期化ですね。それが一つあると思います。人生100年時代っていうね、言葉とかがあるし、年齢上の人も定年とかっていうのがだいぶ延長されてたりとかしてますよね。で、現実問題、今の65とか70の人って普通に元気だし、頭もよく回転働いてる方とか普通に仕事できたりとかします。で、そうすると今後また健康体制とか医療体制が整ってくると、本当に100年とかって普通に生きてしまうかもしれないです。私個人的には早死にでいいって思ってたんですけどね、短い人生を濃く生きるとか思って生きてるんですけど、100年っていう想定はね、していないので、何でしょう、50だったとしたらですよ。50なんですけど、今。100年って言ったらたった半分ですよ。本当に100年生きたら。なので、ということはやっぱり健康とかは興味が深いテーマですよね。それが運動とか食事だったとしても。だから高齢化、長寿命化する中において、自分はどういうふうに生きていきたいのか。キャリアを転換しながら、新しいことにチャレンジをする。年齢上の人とかだったら、70になっても新しい仕事って見つけられるかもしれないじゃないですか。
誰かに雇われるっていう人生じゃなくたって、自分で起業しちゃって、ネット上でそれをサービス提供したり、物を販売したりということをしてしまえばいいわけですから、まだまだ可能性はいろいろありますし、ある程度資産をね、貯めちゃって、投資でお金を回しながらっていうことまでもしもできてしまっていたら、もう本当に好きなことを好きな場所で好きなようにするっていう人生を選ぶっていう、高齢化というか、年齢上のね、ところの最後の25年はそうやって過ごすとかでも全然いいわけですから。そう考えると、こう決めたからこう動くっていうのだけではなく、こういう方向性もあるかもしれないから、じゃあこんなことを今キャリア積んでみようかとか、こちら方に変換してもいいかなっていうのを割と柔軟に対応してもいいんじゃないのかなっていうふうに思いますね。はい。そして2つ目ですね。ライフスタイルの短命化です。はい。ライフスタイルっていうのが、今言ったに転換っていうのも必要になってくる、長寿命になっているからっていうことと同時に、こういう形がいいよね、トレンドだよねって言ってるのが目まぐるしく変わる世の中になってしまったっていうことです。だから、例えば昔で言うと、会社に勤めました、30年勤め上げて、50年勤め上げて、勤続50年表彰すごいですねって言ってたのがなくなったっていうことですね。だから自分もどういうキャリアを積んでいったら、さらに、世の中のためとか、ご自身のキャリアアップっていうことも含めて成長していけるだろうっていうことで言うと、キャリアチェンジとかですね、そういうのも、積極的にやってってもありなんじゃないかなと思うんですよね。企業の方ももう多分終身雇用っていうものが崩壊しているので、その人たち自身を長くつなぎとどめるってことができなくなっちゃってますよね。とすると、例えば OL だった人が教室業やりたいって言ってやるのは全然 OK ですし、昔よりもハードルがさらに下がってます。オンライン化になったから、家で普通に週末起業とか楽にできるようになりましたし、そのコンセプトとか売れる教室を作るにはどうするのかっていう、その知識の話は別として、環境として簡単に、教室開業もできてしまう。自分の夢をつかむための手段とか手はずとかも、いろいろな知識とか調べたり、さっきの情報とかコミュニケーションの時代ですから手に入る。で、人脈をつないでいくことによってどん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 広がっていく。そういうことを作っていくこともできるのも、この風の時代の特徴なんですよね。ですから、こう思ってるっていうものがそんなに長期化しないということです。だからヒット商品作っても多分長くないです、今は。ということは、教室業においてどういうことになっちゃうかっていうと、これはものすごく売れた商品だからといって、ずっとそれがロングランで売れ続けるかっていうと、そんなことはないっていう感じですね。皆さんの意識の目まぐるしく移っていく感じが早いので、それに合わせて商品作りと商品構成をしていくとなると、短命化してるっていうことを念頭において、プチリニューアルを繰り返しながら、講座を魅力的に見せていくという必要があります。ですので、今まで売れてた商品を少しずつ手を変えながら、リニューアルを繰り返しながら、飽きさせないように見せ続けることっていうのが、今後の教室業において必要なことなので、そこにはアイディアの発想とか、アメージング、サプライズ、この辺りが盛り込まれてくるような内容を作り続けるということになるので、一つ一回作ったものが長期化してロングランで売れ続けるっていうのは、ちょっとね、これからの時代はないです。だから、短期で売れるものを編み出し続けるっていうことになりますので、アーティスト気質の先生の方が今後人気になっていく可能性が高いです。で、3つ目ですね。環境の変化の加速ですね。もう日本とかにとどまらず、世界もそうですけれども、コロナ禍によって、世界が逆につながったといえば、つながった感じですよね。どこの国でも等しくコロナになってしまって、その対策を国全体で、世界っていうものが一つになりながら、つながりながら対策を打っているっていう感じで、2020年は本当にそういう意味では大きな転換期だったと思うんですよね。だから、その転換していく速度が加速している。それが個人もそうですし、あとは企業、会社、
あとは日本国、あと世界中、もうどこにおいてもとにかく目まぐるしく濁流の渦に飲み込まれるような、状態で生きていくことになるので、流れには乗った方がいいです。でも飲み込まれちゃいけないっていう、そこでどこの方向に進むかっていうのを、こっちですっていうね、非常にこう決まりきった、ね、考え方でずっと見ているっていうのはあまりおすすめできる方向ではなくて、この時に必要なキーワードで、ピボットターンっていう言葉ってご存知ですかね。私、バトントワリングやってました。で、バトントワリングのレッスンの中にはバレエの基礎練習とかね、1番2番3番4番というこう足が入ってくる、あれも入ってくるんですけど、でそのバレエもそうだし、あとはそのバトンね、やりながらの時にでも足をこう軸足をやって、そこでターンをするっていうピボットターンですね。ここでくるっと回る。そうするとそこは動いてない、軸は動いてないけど方向がくるっとしなやかに速やかに変えられる。バタバタバタってこう向くんじゃなくて、くるって回る感じですね。軽やかさがいいんじゃないでしょうかね、方向転換をするっていう時には。でその時には自動自動って考えてると全然こうどっちにも行けず固まってしまうんですけど、ポンと軸足を置いてポンと蹴ってくるって回るっていう、それぐらいの、身軽さが風の時代にはあった方がいいかなと思いますし、個人のライフプラン、キャリアプランニングとかも、今まで培った経験は元にして蓄積でいいんだけど、パッとね変えるっていうことももしや今後はあるかもしれないので、あまりこだわりすぎないで、流れにも任せつつも自分を保ちながら前に進んでいく、そんなのがこうこれからの時代には必要なんじゃないのかなっていうふうに思ってますので、どうぞご参考に。それでは。